フリーデリケフォン、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾンダーブルク・グリックスブルクは、ドイツのアンハルト・ベルンブルク公・アレクサンダー・カールの妻。シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾンダーブルク・グリックスブルク公・フリードリヒ・ビルヘルムとその妻で、ヘッセン・カッセル・ホーハク・カールの娘である、ルイーゼ・カロリーネの間の次女として、ホルシュタイン公国のゴットルフ城で生まれた。弟の一人は、デンマーク王クリスチャン9世である。 1834年10月30日に、シュレースビヒ近郊のルイゼンルントにおいて、アレクサンダー・カールと結婚した。夫は、統合失調症であり、フリーデリケとの間に子供を設けないまま1863年に亡くなった。これと同時に、アンハルト・ベルンブルク公爵家は断絶し、医療はアンハルト・デッサウ公爵家に相続された。公爵夫人フリーデリケは、 政治や社会情勢に関心が強く、ベルンブルク広告における鉱山開発を援助した。ベルンブルクにある三つのギムナジウムのうち一つは、フリーデリケの名を冠していた。90歳の長命を保ち、1902年にバレンシュテットの居城で死去した。ありがとうございます。